それではですね、学生の皆さんへの、まあ、入学にあたっての心構えみたいな議論をしたいと思います。で、これ、オンラインの授業だったり、あと、ハイフレックス型。これ、ハイフレックスっていうのは、何の略か忘れました。ハイブリッド&フレキシブル。なんか間違ってる気もしますけど、今日はそれでいきましょう。で、ハイフレックス、まあ、いろんな形で授業をやるわけですね。つまり、オンデマンドで見てもらうこともあれば、ズームで、同期型でオンラインで参加してもらえる場合もあれば、半分の人は教室にいて、半分の人はこう遠隔で参加する。もういろんなスタイルがあるわけです。で、そういう、授業の形態になる、中で、やっぱり学生の皆さんがこう、持っていただきたい心構えみたいなのがやっぱり大きく変わりつつあって、そこについてはどうしても触れておきたいなと思うんですけど、授業やってて、こういう学生でちょっとやりづらいんだよな、みたいなところとか、あればちょっとそこから言ってみたいんですけど、ラーニングコミュニティの話ともかぶるんですけど、やっぱり参加してもらうと始まらないんで、一番やっぱり困るのは参加しない方ですね。なるほど。授業のディスカッションに参加しない。例えば発言をしない、あるいは、オンラインだったら顔を見せないとかね。あ、カメラオフにしてるっていうことですね、うん、これだけでも圧倒的にまたの参加感がなくなるっていうか、参加してない。だから参加っていうのはいろいろありえて、もちろん発言するのが一番重要なんですけど、それは例えばチャットでの発言でももしかしたらよくて、あとはカメラをオンにして楽しそうな顔するとか、うなずくとか、そういうのも参加だってことですね。やっぱり自分が参加してるんだよってメッセージを出すのが重要で、別に発言だけがメッセージじゃないんですよ。つまんない話だけど、うなずくと今の皆さん、大げさにうなずいてください、オンラインの時は。そうしないと画面で見てうなずいてるのが分かんないんだよね。そうですよね。あとはなんか自分がよく分かんないなと思った時は、分からなそうな顔してくれるってすごい貢献ですよね。それはすごい貢献で、やっぱり置いていかれないこと、もし理解できなかったら必ず止めて発言をすること。それちょっと今の意味分からなかったんですけど、でそれ恥ずかしがる人いるんですけど、それってすごい光景なんですよ、うん、で実はね、あなたが分からなかったら、おそらく参加してる学生の半分も分かってないんですよ、うん、それを代表して言ってるっていうのはすごい光景なんですよ。確かにすごい光景なんですよ、うん、それはとても大事ですよね、うん、まあその意味で言うと、まずそのカメラオンにするかしないかってとても重要で、うん、どのくらいこうカメラオンにすることを学生の皆様にお願いしてます？もしくは強制はなかなかできないところもあったか。私は原則カメラオンですと。ただもちろん通信状況が悪くて、動画切った方が聞こえると、それはしょうがないですと。あるいはなんかちょっと家庭の事情でちょっと後ろになんかあってまずいと、まあそれはしょうがないですけど、原則はカメラオン。なるほど、うん、私もそうです、ね、うん、ゼミとかだと、あれ強制とか言ってないんですけど、全員オンですね、ゼミはね。あ、なるほどね。ゼミにもいろいろあるんですけど、ゼミのもんで、あとまあ普通のレクチャーみたいな授業でも、まあ推奨で、まあ、できない人もいるんですね。特に海外にいて接続環境が悪いっていう場合はまあできない時もあるんで、まあでもそれでもプレゼンスは全然カメラオンにするだけじゃなくて、チャットでこう話すとかもあるんで、そういう形で参加してもらえる。これなんかビジネススクールの授業でもたまに全員がカメラオフにする授業とかあるんですよね、うん、でという授業があるらしいんです。私の授業もほとんど皆さんカメラオフにしてますけど、でそれなんでかってやっぱり聞いてみると、みんながカメラオフにしてると自分だけカメラオンってしづらいんですよね。だからやっぱりこれラーニングコミュニティとしては意識を持って、みんながカメラオンにするのがいい文化なんだっていうカルチャーを作っていかないと多分そうならない、そこは学生の皆さんに意識的にぜひ考えていただきたいことをだったりします、うん、その皆さんも倫理観でもないけど、行動規範ってどんなカルチャーを作るか、これ学生の皆さん次第ですが、事情があって中途半端な参加になってしまうときには、きちんと周りの理解を得て、周りの人がそれで困らないようにするっていうことを工夫する、ことがなんか重要かなっていうふうに思いますかね。はい、私ゼミで即興劇を応用するっていうのをやって、はい、全員がその1分半ぐらいストーリーを技術書を読んで理解したことをストーリー立てて喋るっていうのをやったときに、一人だけちょっと移動中で間に合わずにカフェでやってた人がいて、カフェでやっぱりこの即興劇と喋るわけですけども、
うるさいよって隣から言われてるので聞こえちゃってちょっと申し訳なかったなと思って、あらかじそれあの声出せないんですよってやっぱり言ってもらった方が良かったですねっていう。そうですよね、あの逆にそういう状況であれば配慮をするっていうのはやっぱり教員の義務でもあるから、あの逆に言うと学生の皆さんは気軽に相談をしてくださいと、相互の意がやりやすくするためにっていうことなんでしょうね。あのね、いろんなところから参加するようになりましたよね、本当に、うんうんうん、確かにね。まずあの、まあ、自分があの貢献するためにこう顔を出すことから始めて質問するとか参加するってあるんだけど、まあ、逆もあってあの自分で喋りすぎるのも私良くないと思ってて、あ、やっぱ双方向の議論なんで、はい、周りの人の意見を聞くとか周りの発言を促すとか、うん、そうあってほしいと思います。教員だけじゃなくて学生も、学生も、はい、うん、そうですね。それすごい重要で、あの Zoom の授業とかってやっぱりエアタイムの奪い合いみたいなところがあって、より効率よくいろんな議論をしていろんな意見を出したいわけですよね、うんうん、そうすると一人の人が長く話し続けるのは決して健全ではなく、今まで以上にコンパクトに自分の意見をまとめて、そしてそれをインプレッシブに人にデリバーしていく能力、これ求められるようになったんだと思うんです。ラーニングコミュニティって、自分がいかに知識を知っているかっていうのを他者にマウンティングするためにケースディスカッションやってるわけではなくて、みんなの学びの最大化のためにやっている。でそう考えた瞬間に話す長さとか変わるんじゃないかと思います。あ、それあの私ディスカッション の評価の評価基準明確に入れてますね。ああのどういうふうに入れてるんですか。自分の言いたことを一方的に言うんじゃなくて、はい、人の意見を聞いてそれにちゃんとビルドオンしてるかどうか、うん、すごいいいですね。